いきなり団子なんですけれども、なんでいきなり団子なのかって名前の由来が、突然の来客があってもすぐに作れるようにということで、いきなり団子と言います。はい、中身はですね、お芋ですね、辛いも、さつまいもですね、それとあんこ、その周りもそうですね、今回は作ってますね。そうです、小麦粉の皮です。さあ、火力が大事です。蒸していきますから、強すぎてもいけない、弱すぎてもいけない、火力が命です。さあ、くまモンが塩梅を見極めてですね、待ちますね、今タイムセットしましたよ。チクタクチクタクで、さあ、時間が来たようですね。さあ、蓋を開けてみましょう。蓋をそんなに勢いよく開ける、準備いるかな、開けるだけだけど、はい、開けましたね。お、もく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 、甘い香りがバーって広がるんですよ。どうですか、ちゃんと熱いね。